形の信頼の噂、4月最新版。まずは平和から。スマスラも絶好調の戦国乙女、パチンコ最新作がスマパチで開発中だそうです。ストーリー的にもこの先どうなっていくのか気になります。ユニバーサルからはパチスロ、ギルティクラウン2、緑のトロピカーナ、この3機種のどれかが6月下旬以降に出るかも。個人的にはギルプラ2が早く打ちたい所存です。グリンバカサミフェスで新筐体デモ機でも話題になったサミーのパチスロ、鋼鉄城のカバネリですが、スマスロで開発中との噂です。この調子ならそう遠くない未来に打てそうかも。あとルナと決戦の演出はぜひ搭載しててほしいところ。年末頃にはエンターライズからスマスロモンスターハンターが登場予定とのことです。モンハンもついにスマスロか、楽しみです。そして以前より噂のあった俺の妹がこんなに可愛いわけがないの遊戯機化ですが、どうやらメーカーが凶楽っぽいらしいです。 SAO は演出すごかったし、窓マギの新枠いい感じだし、期待できそうかも。気になる信頼はあったかな。各機種続報が分かり次第また動画でお知らせします。大勝ちあたりでした。